アルノール・シュグルズソンはアイスランド・アクラネース出身のサッカー選手。イタリアセリエ A ・ベネツヤア FC 所属。ポジションは MF。メディアによってはアルノール・シュグルドソンと紹介されることもある。2015年に16歳でアクラネースのトップチームに昇格し、10月3日の B ・ベストマンラエイアー戦でプロデビュー。2017年3月にイフック・ノルシェーピン移籍。 二年目の2018年シーズンに先発に定着し、シーズン途中まで17試合3ゴールを記録した。2018年8月31日、PFC チェスカモスクワと契約。11月7日の UEFA チャンピオンズリーググループリーグ G の AS ローマ戦でゴールを記録。さらに12月12日の同じく CL グループリーグ戦のレアルマドリード戦でもゴールを決め。 敵地エスタディオサンティアゴ・ベルナベウデスンカからーの対象に貢献した。相次ぐ大舞台での活躍でアイスランドの超新星として注目を集める。2021年7月30日、ベネツィア FC に1年間のローン遺跡で加入したことが発表された。プロデビュー前の2015年からユース世代のアイスランド代表の主軸として活躍。 2018FIFA ワールドカップ後の2018年11月にフル代表初招集。16日の UEFA ネーションズリーグのベルギー戦でフル代表初出場。2019年10月15日の UEFA ユーロ2024戦のアンドラ戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。